どうもこんにちは、おっさんゲームズです。 Wii スポーツリゾートのスカイレジャー遊覧飛行をやっていきたいと思います。いきます。スカイレジャー遊覧飛行、自由に飛び回って島の観光をしましょう。なんだろう、びっくりマークっていうんですかね、びっくりマークをいくつ見つけることができるでしょうか、といったゲームです。とりあえずやってみます。ウキ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 。はい、Wii リモコンを、平らなところに置きましょう。置きましたよ。確認して OK、決定。昼の遊覧で行きます。それしか選べないんで、えい。はい、なんかかっけえな、おい。おー、ちょっと誰か休んでる。乗ってますね、かっこいいな、おい。はい、行きます。始める前に操作の説明をします。お願いします。 Wii リモコンを飛行機に見立てて動かします。はい、Wii リモコンが飛行機の胴体で十字キーがついている方に向かって飛んでいくと思ってください。はい、Wii リモコンを左右に傾けると旋回します。はい、Wii リモコンを素早く押し出すと少しの間加速し、素早く引き戻すと少しの間減速します。あ、そうですか。それではスタートです。Wii リモコンを水平に持ってください。はい、持ちました持ちました。かっけえ。おー、テイクオフと言っていいんでしょうか。やべ、かっけえ。どうすんの。おー、こ、あ、こういうことね。あの、ブックリマーク探さんでかのか。どうすんのこれ。おー、かっこいい。ちょっと何これ、ぶち当たってんの、こいつ。こいつぶち当たれ。ゴー、ドン。おあ、あ、びっくりマークあった。あ、ウーフーアイランドの観光スポットにはこのマークがついています。近づくとそのスポットに関する情報を受信できます。さらに、なんだろう、このビックリマークの中心を通過するとフライトレコードに記録が残っていきます。はい、ウーフーアイランドを自由に散策し、たくさんのビックリマークを見つけてみましょう。はい、それではスタートです。Wii リモコンを水平に持ってください。あ、あの、このマーク近づくといいし、あー、取れー。 OK、 ボー、おいーいいんだよ、マークが取れりゃいいんだよ。あれ、何マーク、ビックリマークでいいのかな。うわー、なんかこれ進撃の巨人出てきそうな街ですね。いやー、これいいわ。おー、やべえ、面白い、これおもろいな。え、ちょっとビックリマークとかね。あった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 。あああんなところで俺は遊んでたのか、チェリーを。ちょっと待って、ちょっと待って。あーお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 ー、どっかびっくりなんか押してるみたいな、この野郎。取れ、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 取れない、取れないぞー。バカン、ちょっと一周するぞ、一周。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、いい、取るぞー。取れた、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 よっしゃ、取ったー。イカロスの崖っていうところなんですね。これ体勢になると面白そうだな。あの橋、あの橋で多分アーチェリーやったな、俺。あ、ビックリマークねえんだ。え、ちょっと見かけ倒しかよ。見かけてな、なんかごめんなさい、ちょっと冤罪だな。別になくちゃいけないっていうルールはないし。あ、来た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 、取れる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 ぜ、イエーイ。お、あそこの輪を決めてみたい。うわーうわー、おおー、いや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 、セーフ。めっちゃむずいな、おい。おっと、あ、なんかあそこらへんありそう。ねえかな、ねえかな、ねえかな。あるでしょ、あったあった。
よし、取ったー。イエス、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 イエス。謎の超古代遺跡、天下運と。天下運との文字入りでしょうかね。超巨大遺跡って、なんで超、古代が超なんですかね。何が超なんでしょうね。何がすごいんでしょう、古代遺跡って。ごめんなさい、ちょっとすごくこう、日本語にこだわってしまって。やっぱ頂上なんかあるんじゃないかな。ありそうじゃないですか。なんか、とにかく高いところ行けばなんかありそうな。ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドだって、あそこにコロがあるじゃないですか。ちょっと行ってみよう。おーおいおい、とっ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 と、せんかせんかせんか。むずいな、おい。よしよしよし。あ、やっぱあった。やっぱあったね。もうほんと。考えそうなことよ。頂上池なんかあるんじゃないかっていう。はい、ゲットー。おぉ。太陽に向かってどこに行くんだろう。おぉ、眩しい。眩しいし、太陽に向かって行きたい。どこまでも。どこまでも行きたい、太陽に向かって。あ、太陽に向かっていくの巻いてきた。やめよう。はい、あとどここれやってみたいよ、急降下。おお、とっ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 と。急降下施設の。でいたっす。ちょっと見ますか。あ、橋あった、橋をちょっとこう。おこの間をくぐりたい。あーっと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 くぐれた。いや、結構得意からだよ俺。ごめんなさい、自画自賛してしまった。あ、なんかびっくりマークが見つかんない。あカウント入ってきた。あったぞー。いやー、ダメ、取れない。いやー、人を引いてしまう。引くっていうのか、なんていうんだこれ。引いて、おー、終了です。おー、ほいほいほい、レコードとしては5個ですね。次、いくつあんのマジで。結構あるね。 80以上あるんでしょう。はいはい。というわけで、まあすいません、5個、まあ、集めることできましたし、今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。